乾杯。これもさ、別々に食べない、一緒に食べない、いや思った、かつきもなんかよくさ、うちらこういう問題発信するよな、うん、分かれへん、分からへんな。えでもなんどういう食べ物って感じさ、なんか酢の物分からへん。じゃあ一旦オカミのせやすそうやから、オカミ食べてみるわ、うん、あ、落ちる、のせやすそうとか言って、でもつかみにくそう、つかみにくい。え、美味しいねんけどさ、食感がうなぎとわかめにやっぱ別々かもしれん。うなぎ美味しい。うん、じゃあ、はい、ふみこちゃんに見習って一緒にいただきます。うん、多分別、別よな、これ美味しいけど多分別。そうなの、ふわふわで美味しい、美味しいよな、うなぎ自体は。お寿司も来ました、来ました。おー、美味しそう。追加とかではないの、ちゃうと思う。なんか柚子みたいなおる。え、思った、このさ、上に乗ってるのさ、何何やろ、ラディッシュ。英語で言ってみただけだけど、大根系かも、いやな、系よな。何やろ、話し合う。何も上、なんかカブの漬物みたいな。あ、でもめっちゃそばが肉厚で美味しい。へえー、美味しそう。美味しい。カブリサーモン食べます。はい。無理よな、エミコもさっき無理って思って、カブリサーモンっていつもまでにわさびつける。悩みどころやねん。エミコはつける。炙られた段階でわからんくなるカズキ。いただきます。サーモン美味しいよな。なんかさ、いつの日かがサーモン、生のサーモンの脂がきつくなってるカズキだけ。マジそれまだエミコいけるわ、うん、あ、無理じゃないと無理になった。食べれんねんけど、うん、なんか炙ってる方が、あ、どちらかといえば身に対する安心感。おいしい。おいしい。この子エミコもさ、ピリッと辛いって言うからさ、なんやろ、大葉と唐辛子、生姜が来ると思ったのに書いてたからな、違うの、うん、なんかエミコが辛いの得意なせいか、別に辛くはないけど、なんかすっきりしてる。へぇ、辛そうやな、なんか、うん、あったかくなる気がする。今日あったかいのに。